お世話になってます、たかぼんです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画では最近購入したこちらの IKEA のスツールをねご紹介したいなと思います。 IKEA のオドバルっていう名前のスツールなんですけども、これ2000円くらいで買えちゃうお手頃な価格のスツールになっています。 IKEA のスツール結構何種類かあるんですけど、その中でも結構定番のやつみたいですね。スツールっていうのはこういう踏み台みたいな背もたれとか肘置きとか何もついてないこの形の椅子のことを言うんですけども、こういうシンプルなデザインだけあって結構いろいろな使い方ができるんじゃないかなと思って買ってみました。まあ、買ってからまだ日が結構浅いんですけども、買ってよかったなと思ったので今回の動画でご紹介したいなと思います。まあ、今回の動画の内容としては、まずこのオドバルってどんなスツールなんですかっていうところをご説明させてもらって、その後に組み立ての様子も撮影したのでそれも見てもらおうかなと思ってます。その後に僕がどうやって使おうと思ってるかとか、あとは良かった点、気になる点みたいなところもレビューしていきたいなと思いますので、 IKEA の家具とか好きな方はぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。はい、じゃあまずはこちらのオドバルってどんなスツールかっていうのをねご紹介していこうかなと思います。まずサイズについてなんですけども、サイズは幅が32センチで奥行きも32センチの正方形の形になってますね。まあ、そしてシートの高さが45センチとなってまして、なんかこう軽く腰掛ける時にちょうどいいかなぐらいの高さですね。そして耐荷重が 100kg までとなってますので、まあ結構頑丈な作りかなというところです。そして材質はパイン材の無垢材がね使用されているので、かなり木の質感を感じられるものになってますね。で、価格はねさっき言った通りなんですけど、 IKEA で1990円で売ってるもので、僕はですね IKEA のネットストアの方で購入をしたんですけども、送料が300円ぐらいかかったので2000円ちょっとぐらいでね購入できたって感じですね。そしてこちらのスツールは組み立て式になってるので、届いてから自分で組み立てをしたんですけども、だいたい30分ぐらいで組み立てができました。で、まあ、組み立てのその様子もね撮影したので、ちょっとそれを見てみてください。はい、というわけでこちら先ほど届いた IKEA のオドバルっていうスツールなんですけどね、組み立てなきゃいけないんで今から組み立てていきたいなと思います。頑張ります。まずはやっぱり段ボールカッターダンちゃんですね。これで箱を開けていきましょう。よいしょ、おーよいしょ、おー出た出た。ちょっと手袋しようかな。はい、こういう時はね手袋をしてちょっと手が痛くならないように対策をねしとこうと思います。まずは袋開けましょう。うわ、まあ、ページ数も多くないし接着剤もいらないみたいなんで結構簡単に組み上げれそうですね。うわすごい木の匂いがする。まずはこの木の短い棒4本に、まあ、こういう木のちっちゃいやつ、これをこの穴にはめ込んでいく作業ですね。だらだら組み立ててると動画の容量が増えて編集も大変になるので、サクサクいきたいと思います。よいしょ、いややっぱ手袋割った方がいいと思いますね。硬い、痛い、痛い。はい、こんなこともあろうかとダイソーで買ってたハンマーもあるんでこれ使います。えい、うん、しっかり入りましたね。はい、これでステップ1終了ですね。そしてステップ2がこの足にさっきの4つをはめていくと。こうか、はいはいはい。そして逆側の足をはめると。はい、もうだいぶ椅子らしくなってきましたね。ここでステップ2が終わりですね。この長いやつを使って足を 1,2,3,4,5,6,7,8 の8箇所止めていくって感じですね。こちら六角レンチでね回すやつで、付属の工具もついてるんですけども、僕は楽をしたいのでシャオミのデンドラをね持ってるやつ使いたいなと思います。はい、というわけでね久々にこのシャオミのデンドラを使ってネジ締めていきたいなと思います。手前から入れていきます。いきます。おお、来た来た来た。やっぱこれはね手でもいけますけど、デンドラあるとすごい楽ですよやっぱり。はい、逆側ですね。めっちゃすぐできる、これは楽でいいな。よいしょ、 OK。 もうあと残すは最後ですね。ここの天板というか座面の板をこうこの部分に固定していくというだけですね。すぐ終わりそうやな。足にこんな感じで下穴が開いているので、ここをねキュッキュッとこの穴の中にこの白のパーツを入れていくっていう感じですね。これを4箇所。はい、じゃあ早速ネジ止めていって完成させたいと思います。あらら、延長しました。これでいきましょう。あっ、はい、入りました。早速1本目。いや、すごい木のいい匂いがする。はい、最後の1本入れていきます。 OK、 よいしょ、おお、いい感じやん。はい、というわけでこんな感じで出来上がったので座ってみます。
よいしょ。おお、あ、なんかちょっとガタつくな。ちょっとね、若干ガタついてるんですけど、床のせいかもしれないですし、ちょっとここはね、後で調整してみたいと思います。はい、そしてこのまま足をむき出しだとちょっと床に傷をつけちゃいそうなので、保護をねしていきたいなと思うんですけども、このカグスベールっていうねやつを使いたいなと思います。まあ、これを貼ることで床に傷がつかなくなるし、あとはその家具の滑りがね良くなるので、移動とかがさせやすくなるよっていう商品になってますね。これ結構前から使ってて、ベッドとかテレビ台とかちょっと重めの家具とかにこれ貼り付けてるんですけど、家具の滑りが良くなって結構いいんですよね。傷防止も兼ねてこの足にも貼っていきたいなと思います。なんかこんな感じで切って、これを4つ足に貼っていく感じですね。まあ、こんな感じでシールになってて、結構ね厚みがあってクッション性もあるんで結構いいですよ。これこのカグスベールも概要欄に貼っておきますね。こんな感じです。最後ですね。はい、よし、 OK。 はい、こんな感じで4つの足に全部カグスベールを貼ったので、これで傷つかなくて安心って感じですね。あ、なんかさっきより全然ガタつかなくなった感じもあって、あ、これめっちゃいいっすね。あ、すごいいい椅子ができました。まあ、ちょうど30分ぐらいでねこれ組み立てることができました。参考にしてみてください。はい、今組み立ての様子見ていただいたと思うんですけど、そんなにね難しくなく組み立てることができるんじゃないかなと思います。女性一人とかでもね全然簡単に組み立てれるんじゃないかなと思います。じゃあここからは僕がこの IKEA のスツールどうやって使おうと思ってるのか、なんで買ったのかっていうところをねお話ししていきたいなと思います。まず1個目の使い方としては、こんな感じでサイドテーブル的に使おうかなと思ってます。僕ですね、最近こちらの無印良品で折りたたみベンチっていうね、こんな感じで折りたためるベンチになってるんですけれども、まあ、折りたたみベンチを買いまして、ちょっとね部屋にリラックスできるというか、ゆっくりする時用のスペースをこんな感じで確保したので、これに座ってる時のサイドテーブル的なのが欲しいなと思ってこれをね買ってみました。実は僕前からこちらの IKEA のベンテリークっていうね背の高いスツールを持ってたんですけども、これはねちょっと背が高くて使い勝手があんまり良くなかったので、もうこれと入れ替えてしまおうかなと思ってるって感じですね。これもデザインとか、ここをねくるくる回すとちょっと高さも調整できたりして便利に使ってはいたんですけども、ちょっとね背が高すぎてちょっと使いにくかったかなって感じですね。はい、あとはこんな感じで来客用のサブの椅子みたいな感じで使いたいなと思ってます。僕の家 1K の8畳しかないので、ちゃんとした机、このね電動昇降デスク1個しかないんですよ。もうこの机で普段 PC 作業もやってますし、ご飯も食べてるんですけど、この机の高さに合ってる椅子が普段座ってるねこのコフォチェアプレミアムっていうオフィスチェアしかないので、誰かねこう友達が来た時とか一緒にご飯食べようみたいになった時ちょっと困ってたんですよね。なのでそんな時はこのスツールを椅子として使うことで2人でご飯が食べれるようになるんじゃないかなと思ったりしてますね。あとはこんな感じで踏み台として使うのもいいかなと思ってます。こういうクローゼットとかちょっと高いところのものを取るときにね役立ってくれるかなと思いますね。あとは観葉植物を置いたりする台として使うのもいいのかなと思いました。僕の家のはねこれ1個しかないんで、ちょっとねサイズ感がちょっとアンバランスですけど、あとはやっぱり YouTube の撮影機材として購入したっていうところもありますね。こうやって動画を撮っているので、商品紹介をするときとか、こういうね小さめの台があったりすると撮影のときに役立つのかなと思ってます。はい、というわけでこちらの IKEA のスツール、今後もね活用していきたいなというところなんですけども、まあ、ここからは良かった点と気になる点それぞれお話ししていこうと思います。まず良かったところですね。まず良かったのはやっぱり2000円で買えるっていうね、このお手頃な値段、これがいいなと思いました。僕の場合は近くに IKEA の店舗がないのでネットストアの方で購入したんですけども、送料込みで2000円ちょっとということで、僕の場合は1つしかね購入をしませんでしたけど、なんかこう家に複数個欲しいよとかいうね複数個買われる方に対しても結構お財布に優しいお値段でいいんじゃないかなと思いますね。あとはこのパイン材のこの明るい色味もねいいなと思ってこれを選びました。僕の部屋の雰囲気にもね結構合ってる色味なんじゃないかなと思いますね。あとですね、パイン材っていうのは経年変化でちょっとずつ色が変わってくる素材みたいなんですよね。僕が家で使っているニトリのね安い棚があるんですけど、それもねこれとほぼ同じ色だったんですよ前は。なんですけど数年使ってるうちに結構落ち着いた色に変化してるんですよね。なんかこう、こいつも長く使うといい味が出るのかなと思ったりしてますね。
あと良かったところとしては組み立てがね結構簡単だっていうところもありますかね。接着剤も必要ないですし30分くらいで完成しますし、あとは重たくもないし女性1人とかでもね余裕なのかなと思います。僕みたいに電動ドライバーとかを使うとより楽に組み立てができるのかなと思いますけどね。まあそしてこちら接着剤を使ってないので分解がしやすいっていうのもメリットになるかなと思います。なんでかっていうとメルカリに出品しやすいからですね。僕ですね基本的に何かを買ったら何かを手放すようにして、まあ家の中がごちゃつかないようにしてるんですけれども、メルカリってこうサイズが大きいほど結構送料がかかってくるので売りにくいというか利益になりにくいところがあるんですよね。まあ、このスツールだったらまた分解してしまえばね結構コンパクトに梱包することができるので、その点もね結構いいところなんじゃないかなと。最悪いらなくなったら手放すことも簡単っていうのもねすごくいいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあここからは逆に気になった点もねお話ししていこうかなと思います。気になった点は全部で4つかな挙げました。まず1個目が木の匂いがめっちゃするってところですね。まあ、これはまあ時間が経てばなくなると思うんですけど、結構ねこう組み立てた直後は木の匂いが今も結構まだしてますね。まあ、別に臭いわけではないんですけども、こう部屋の匂いにねこう馴染んでくれるのを待ちたいなと思ってます。そして2つ目が無垢材なのでそのままね使うと床に傷がつきそうってことですね。まあ、これはね組み立てのところでお話ししたかもしれないんですけども、無垢材ということで別に特殊な加工がされてたりするわけではないので、そのまま使うと床にね傷をつけちゃうかなと思います。僕はこの家具スベールっていうやつを貼り付けて対策をしたんですけども、何らかのねカバーをつけた方がいいかなと思いますね。あとはこのスツールがどうっていうより無垢材の特性になるんですけども、何か加工をしたものと比べると傷がつきやすかったりとか、あとジュースとかこぼしちゃうとシミになっちゃったりするので、多少はね気を使う必要がありますね。まあ最悪ね2000なんで買い替えちゃえばいいかなと思いますけど、ちょっと気をつけて使っていこうかなと思ってます。まああとはね当たり前っちゃ当たり前なんですけど、やっぱりこうずっと座っとくにはさすがにお尻が痛いので、長く座る場合はクッションとかを使ってあげた方がいいかなと思いますね。はい、というわけで今回の動画では IKEA のスツールオドバルをご紹介させていただきました。いろんな使い方ができる結構いいスツールをね買えたんじゃないかなと思って満足してますね。概要欄の方に URL を掲載しておきますので、気になった方は詳細見てみてください。あと余談なんですけど、僕ね一人暮らしなんですけど、なんかこうさっき紹介したみたいに IKEA のスツールとか無印の椅子とか、なんか家の中に椅子が溢れてきてるので、ちょっと使わないものから順にねメルカリで手放していかなきゃなって感じですね。僕がいつも心がけてることとして、この家に払ってる家賃っていうのは不要なものを保管するために払ってるんじゃなくて、快適な生活を送るために払ってるんだっていうね、ここをちょっと意識して、まあ、快適な生活を送るためにいらないものはどんどん手放して家は綺麗に保っていきたいなと思います。というわけで今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。このチャンネルではこういった暮らしを快適にしてくれるようなアイテムであったりとか、あとはガジェットとか家電の話をよくしてますので、よかったら高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。たかぼんでした。またね。Thank you.